んにちは。今日もお暑いのにご精が出ますことで。お、ミオンさんじゃないですか。こんにちは。あれ、それは差し入れですか。ありがたいな。さすがは我がチームのマネージャー。まあ気が向いたからです。別に監督に差し入れたくて買ってきたわけじゃないので、そこんとこよろしくお願いします。あとさりげなく人を勝手にマネージャーに組み込まないように。ミオンがマネージャーだったらいろいろ心強いと思うけどね。やってよミオン。マネージャー。本当に気が向いたらその時はやりますんで。で、どうです、サトシ君の打率はどんな感じです。ええ、頑張ってますよ。彼の打率ですか。そうですね、セブンスマートでおせんべいの袋をどれでも3つ買うとですね。それってつまり3割ってことですか。へえ、3割打者。サトシ君って結構な高打率打者じゃないの。打率は数字じゃないよミオン。ここ一番で打てなきゃ意味はないんだからさ。サトシ君は自分で自分の弱点をよく分かっているようですね。そこまで分かっているならあとは練習あるのみですよ。フリーバッティングや試合が平坦な時はかなり落ち着いたいいバッティングを見せてくれるんですけどね。スコアボードとかそういう数字上ではかなりの高アベレージヒッターなのにね。本番に弱いってのは致命的かも。そんなことだからこないだの浮田ジャガーとの試合でもここ一番で凡退するんですよ。うるさいな、気にしてるんだから黙っててくれよ。あそこで打てればかなり美味しい見せ場だったんですけどね。残念です。そこで打てれば完璧なのにな。どうしてダメなんですか。どうしてああいう時に打てないんですか。
方ないよ。僕がああいう時弱いの本当だし、僕だって代打を出してくれた方が試合に勝てるかなって思ったし。試合に勝つかじゃなくて、サトシ君が勝つかどうかが問題なんです。あーもう、なんで当の本人にここまで闘争心がないのかな。普通は逆でしょ。代打に変えられそうなところを、ここは俺に打たせてくださいって食ってかかるとこでしょ。自分から代打を出してほしいなんて言い出すなんて、あーもう、なんでここまで闘争心がないのかな。それは私も普段から言ってるんですけどね。まあその辺がサトシ君のいいところではあるんですがね。普段は紳士でも試合には鬼になる。男にはそういう二面性があっても私はいいと思います。とにかくサトシ君には鬼がない。仮にも雛見沢の人間なんだから、たまにはご先祖の鬼の血を思い出してくださいよね。って聞いてます？サトシ君？聞いてるよ。よくわかんないけど、その、わかんないけどってサトシ君の話をしてるんですよ。それを、え？ミオンは僕のためを思って言ってくれてるんだよね。ありがとう。僕は頑張る。サトシ君、あの、そういうことしてごまかさないでください。ごまかしてなんかないよ。嬉しいだけだよ。頭撫でられるの弱いんですか？撫でる人によります。監督が撫でてきたら関節決めますんで、覚悟の方よろしくです。もうずるいな。じゃあ全員集合。今日は出席もいいことですから、人数を分けて紅白戦をやってみましょう。じゃあ私は記録でもやるかな。監督、どっかに鉛筆ないですか？いつもすみませんね。はい、これお願いしますね。頑張ってサトシ君。あまり応援するとまた打てなくなっちゃいますね。ほどほどに頑張れ。それはそれでひどいな。頑張れ。
それでもあの程度の練習量でみんなこれだけの動きができるんだから驚きですよね。ひなみざわの子はみんな普段から元気に遊び回ってますからね。運動量は町の子とは比べ物にならないんですよ。変なフォームで固めてしまうより遊び感覚の方が伸びるんです。お、見事に沖ノ宮タイタンズとは正反対の考え方ですね。あちらの監督と対立するの分かる気がします。タイタンズさんの考えも間違ってませんよ。試合は勝つためにするものですからね。勝利至上主義は決して間違いじゃないです。みんなで団結して共通の目標を目指すのはとても素敵なことだと思いますからね。まあうちはその目標がたまたま勝利じゃないってだけのことです。サトシ君、打った打った。落ち着いてればさすがですよね。最初はちょっと素振りしただけですぐバテてたんですけどねそれを思えば本当に上達したものです。サトシ君って文系って感じの人ですよね。よくその彼が野球をやろうなんて思ったものですね。それはですね、私がサトシ君をこのチームに誘ったからなんです。へえ、監督が自らスカウトしたんですか？サトシ君に何かすごい素質があるのを見抜いて。あ、すみません、麦茶を一杯もらってもいいですか？あ、どうも。何か訳ありなんですか？園崎さんならあるいは想像がつくんじゃないかと。じゃあ監督はサトシ君の鬱憤とかそういうのを解消させてあげようと思ってこのチームに。
スポーツはいいですよ。程よく体を動かして汗をかくことはストレスの発散になります。また熱中することによってわずかな間でも家庭のことを忘れられるなら、それは十分な気分転換になりますしね。あのほら、サトシ君ってぼんやりしてるというか、のほほんとしてるというか、そういうところあるじゃないですか。やっぱり相当ストレスあるんですか？おじさんに引き取られて少ししてから、サトシ君がだいぶ体調を崩しましてね、いろんな症状を訴えるんですが、いくら調べても原因がはっきりしないんですよ。サトシ君は感情の爆発ができないタイプなんですよ。泣いたりとか怒ったりとか、そういう感情が人一倍苦手なんです。確かにサトシ君が泣いたりとか怒ったりってのはあまり想像つかないですね。サトシ君のお母さんが再婚を重ねてるのはご存知で？まあ少しは。サトシ君は精神的に早熟なんです。本人は自覚していないでしょうがね。泣いたり笑ったり、ダダをこねたり、そういう時代をあっという間に卒業させられて大人になっちゃったんです。監督の言い方だと大人ってのが必ずしもいいようには聞こえないですね。子供は子供らしく過ごすことで成長していくようにできているんです。それを無理に大人にしたらやっぱりいいことはないですよ。だからサトシ君の体に変調が出たのは、そういうことに体が耐えかねた SOS じゃないかって思ったんです。はじめは渋ってましたけどね。彼と診療の際にいろいろとお話しするうちに少しずつ打ち解けていきましてね。ちょっと見学だけにでも来てみるといい。ちょっとバットを持ってみるといい。なんて感じで少しずつ誘っていったんですよ。なんかわかるな。サトシ君ってコツコツタイプですからね。 How to baseball なんて本をしおり挟みながら読んでる風景が想像できます。それであれよあれよという間に3割打者なんです。本当によく頑張りました。これでピンチの時にも打てれば完璧なんですけどね。
サトシ君と監督って仲いいんですか？悪くはないと思ってますよ。悩みとかそういうのを打ち明けてくれたということは、私を信頼してくれたからだと思ってます。あれ？嫉妬してます？え？何に？園崎さんもサトシ君の相談相手になってあげてください。まあ慣れるなら慣れたらいいかななんて。で、サトシ君ですね、最近また少し体調を崩してるみたいなんです。おばさんがかなり大人げないいじめ方をしているらしいんです。さとこちゃん本当にかわいそうなくらいにボロボロになって、何しろ聞いた話では。でそれをかばうさとし君もボロボロになっているということですね。最近さとこちゃんへのおばさんのいじめがだいぶエスカレートしてるみたいです。さとしくんの体調不良もそれに比例しているんでしょうね。監督はストレスに押しつぶされそうなサトシ君を救うため野球に誘ったんですよね。ええ、そのつもりでした。こうして野球をやっている今、またストレスに押しつぶされそうになっているサトシ君に今度は何を誘えばいいんですか？どうすればいいんでしょうね。内緒にしてくださいよ。実はですね、サトシ君チームを抜けたいってそう漏らすんですよ最近。え？どうして？
疲れるからだそうです。というのは表向き、さとこちゃんと一緒にいる時間を増やしてあげるためじゃないかと思ってます。さとしくんは野球をしている間、さとこちゃんがおばさんにいじめられているかもしれない。その時、さとこちゃんのそばにいられないことが兄として辛いと、そう思っているのかもしれません。サトシ君をどうこうするってより、サトコをどうこうする方が先決では。それはどういう意味ですか、園崎さん。別に難しい話じゃないです。サトコがしっかりしてくれれば、サトシ君に迷惑をかけることもない。サトコがそもそもの原因であるってことが言いたいだけです。うん、そんなことは。でしょ？だってサトコがトラブルから、サトシ君はそのトラブルに介入して矢面に立たなければならないんでしょ？でその結果、本当は買わなくて済んだおばの喧嘩まで買ってるわけでしょ？園崎さん、あなたがそんな言い方をする人だったとは驚きです。あなたはさとこちゃんのお友達でしょ？お姉さん的な立場でしょ？普段も学校でさとこちゃんを慰めたり励ましたりしてるものだと思ってました。なのにそんな言い方をするなんて。正直驚いています。
落ち着け。私。ゲームセット。試合終了。園崎さん、気分が優れませんか？今日、帰りますね。気分じゃないです。ほら、今日は沖ノ宮タイタンズさんと打ち合わせをする日じゃないですか。マネージャーの園崎さんにも同席してほしかったんですがね。私を勝手にマネージャーにしないでください。私、マネージャーだったつもりはないんですから。わかりました。元気が回復したらまた手伝ってくださいね。もう来ないかもです。マネージャーが必要なら私以外を募集してください。気が向いた時でいいです。また遊びに来てくださいね。それにほら、あなたがいないとサトシ君が戻ってきた時寂しがりますよ。みーちゃん、こんにちは。
レナか。珍しいね、レナがここに来るなんて。みーちゃんは帰り？うん。気分が優れないの？悪いね。じゃあ一緒に帰ろう。そうだね。帰ろうか。みーちゃん、傘は？持ってないけど。今日はこの後、天気崩れるかもしれないんだって。傘ないなら急ごう。すごい降りだけど、これはそんなに長引きそうじゃないね。向こうの空は明るいもの。そうだね。最近、元気ないって聞いたから心配してたんだよ。サトシ君、かまってくれないから寂しい？サトコちゃんの件でだいぶ悩んでるみたいだった。サトシ君はすごく追い詰められてると思う。かわいそうだよね。サトシ君は本当に妹思いだからね。偉いよ、本当に。でもだからってみーちゃんまで落ち込んじゃったら、かえってサトシ君を追い詰めちゃうように思うかな。かな。私に追い詰めるつもりなんてないよ。
それはもちろん知ってるよ。でも、だからこそ、学校にいる時のサトシ君を笑顔で迎えてあげられなかったら、本当にサトシ君は追い詰められちゃうよ。みーちゃんは、たとえ嘘でも笑顔が作れる強い人間だって知ってる。だから、嘘でも笑ってほしいの。最初はたとえ嘘でもね。笑顔って、最後には本物になるんだよ。みーちゃんは、サトシ君のこと、好き？好き。なら、笑おう。みーちゃんの笑顔で、きっとサトシ君に元気を分けてあげられると思う。みーちゃんは、それしかできないことに落胆しかけているかもしれないけれど、それでもね、多分それが一番サトシ君の力になる。理屈ではわかるけどね。笑えったってそう簡単にはできないよ。野球の練習にもさ、バイトが終わったらきっと帰ってくるから。バイトか。いつ終わるんだろうね。お金が貯まるまでだろうけど、どんなに遅くてもさとこちゃんの誕生日までには終わるよ。さとこちゃんがさとし君を独占してることに嫉妬を感じてる？別にみーちゃんがそう思っても私は軽蔑しないよ。人を一途に好きになるときってそういうものだもん。
ありがとう。でも、みーちゃんは今までずっと、さとこちゃんを励ましてくれてたよね。それって、私すごく立派なことだと思うな。さとこは仲間だもの。当然でしょ？私たちにはさとこちゃんもさとしくんも励ますことしかできない。どうやったらこの苦境から救ってあげられるのかわからない。さとこがさとしくんにべったりしすぎなんだよ。さとこがもっとしっかりすればさとしくんがここまで追い詰められることはない。はっきり言うね。サトシ君もさ、ほんの少しはそう思っているとこあるかもしれないね。え？サトシ君も多分心のどこかでサトコちゃんをかばい続けることに疲れを感じてると思う。どうして、そう思う？私、サトシ君に打ち明けられたから。サトシ君がね、言ったの。兄として頼られることに苦痛を感じる。それは、とても罪深いことだと知っているけど、ってね。レナはサトシ君に打ち明けられるくらいに信頼されてるんだね。羨ましい。別に信頼されてるわけじゃない。私が経験者だからだと思う。経験？レナにも兄弟をかばったりした経験が？ひたひたとずっと足音がついてきて、夜は枕元にまで立たれて見下ろされる経験。ないと思う。多分
兄ちゃんは雛見沢から逃げ出そうとか、もっと都会に行きたいなとか、そういうことを考えたことはある？ないよ。私は地元好きだし。だよね、だよね、みーちゃんはそうだと思う。そうならばみーちゃんは大丈夫。お社様には怒られない。お社様？うん、お社様。私は地元を好きだから、その意味ではお社様のたたりがあるとは思っちゃいないね。模範的だとすら思ってるけど。うん、それは私も認める。だからこそサトシ君のことは分かんない。どうして？サトシ君は心のどこかで雛見沢を捨ててどこかへ逃げ出したいと思ってるから。サトシ君が家で従ってるってこと？うん、無意識のうちに。お社様が枕元に立つまでは多分意識すらしてなかったと思う。サトシ君が体験していることは全てお社様のたたりの前触れなの。誰かが遠くからじっと伺っている。誰かがずっとつけてくる。誰かがいつも自分のすぐ後ろから見ている。やがて足音は常に自分とずれて一つ余計に聞こえるようになるの。それらは初めのうちはお外でだけだけど、やがて後ろのそれは自分の家の中にまでついてくるようになる。そして
お布団に入って明かりを消してもずっと枕元から見下ろしてるの。ただただ黙ってじっと自らの罪を認めるまで。サトシ君は夢見が悪いって最初言い出したの。それで私がどんな夢？と聞いたら、私の時をなぞるようだった。だから私、彼に予告したの。その気配がやがて近づき、足音を聞かせるようになり、常にサトシ君を見下ろしているようになったなら、それはきっと私の時と同じだから相談してって。サトシ君は初め私のことを怪訝に思ったと思う。でも私が予告した通りに、お社様の気配が近づくのを感じ、お社様が枕元にまで立つに至って、やっと自分の身に起こってることを相談できるのは私しかいないって気づいたの。私はね、もともと雛見沢に住んでいたの。小学校に上がる直前にここから引っ越した。でも新しい環境に馴染めなくてね、心の中のお社様に雛見沢に帰れ帰れって何度も呼びかけられてた。でも小学生の子が泣きながら元の町に帰りたいって言ったってどうにもならないもんね。私は現実とお社様の声に板挟みにされてずっと過ごすことになる。そしていろいろあって私は雛見沢に帰ってくることができた。だからお社様にはそれで許してもらえた。あれ以来お社様の気配を感じることはないもの。でもね、サトシ君は私と違って雛見沢にいながらお社様のたたりを受けることになった。それはなぜか。理由は一つ。サトシ君は雛見沢にはいたけれども、雛見沢を捨てて遠くに逃げたがっていたから、その心をお社様は許さなかったんだね。サトシ君は自問自答を何度も繰り返した挙句に認めたよ。ほら、サトシ君アルバイトをしてるでしょ。サトコちゃんが欲しがったあの大きなぬいぐるみは10万円くらいするもんね。サトシ君はサトコちゃんの誕生日までにその額を稼ごうとしている。でもほら、考えてみて、それだけのお金があったら、後先を考えなくていいなら、どこか遠くへ逃げ出す十分な費用になりうるんだよ。サトシ君は無意識のうちにね、そのお金でサトコちゃんに誕生日プレゼントを買うんじゃなく、サトコちゃんを捨ててどこか遠くへ逃げ出すお金に使ってしまいたいって思うようになってたの。それはサトシ君にとってはこの上なく罪深いこと。でもさっきみーちゃんが指摘したように、サトコちゃんの存在自体がサトシ君の負担になってるのは事実。サトシ君だってバカじゃないもん。兄として認めたくなかっただけで、サトコちゃんが負担になっていることにはちゃんと気づいていた。だからサトシ君は葛藤してるんだよ。自分は妹を喜ばせるためのお金を貯めるためにバイトをしているつもりだけれども、
それは自分の心を騙しているだけで、本当は自分が逃げ出すためのお金を作るためにバイトしてるんじゃないかって。私は逃げ出すべきじゃないと思う。逃げ出したってサトシ君は多分一生後悔する。お社様だってそれを分かってるから、サトシ君にこうして警告してくれているの。サトシ君の心にサトコちゃんを見捨てるなんて悪魔のささやきが早く聞こえなくなるといいんだけども。サトシ君は綿流しの数日後だっけの、サトコちゃんの誕生日にプレゼントを間に合わせるため今いろいろなアルバイトに精を出してる。心も体も追い詰めてる。そんな苦境がきっとサトコちゃんの誕生日を境に終わるんだって信じて。サトシ君は今もお社様のたたりに苛まれている。サトコちゃんを守るか見捨てるかの天秤の狭間に立たされながらね。お姉、サトシ君のことだけど、どういうことになってるの？最近、だいぶ険しい様子なんだよ。うかつに声もかけられない雰囲気。何それ。声をかけられないから、サトシ君がどういう状況になってるかよく分かってないってこと？ごめん。お姉、キンキンにまた入れ替わる機会を設けてほしいの。うん、それはもちろん構わないよ。でも最近はちょっと綿流しのお祭りの打ち合わせの絡みで日程の調整が難しいんだよ。何？またバイト？私、雛見沢の学校へ行く。